まずはこちらをお聞きください。ドトレ、ドトシを交互に流しているのですが、なんだか耳障りで濁った音ですね。このように同時に鳴らした2つの音が調和しない状態にある関係を不協和音低と呼び、不協和音低が含まれている和音を不協和音と呼びます。一般的に耳障りな音を不協和音と解釈する方も多いと思います。もちろんそれは間違っていません。しかしこちらをお聞きください。この音、実はこちらも不協和音なのです。この音の中には、冒頭で鳴らしたドトレ、ドトシが含まれています。つまり、二つの音を鳴らすだけでは、濁った音に聞こえるけれど、さらに、多くの音を鳴らすことで、心地よい音に聞こえることもあるということです。不協和音イコール、耳障りな音、という解釈は、一方的すぎるので、使い方には気をつけましょう。学校や社会で孤立しているあなたは、すでに出来上がっている仲良しグループの中には、入れないと諦めていませんか？そんなことはありません。この、不協和音の理論のように、ここでは調和が取れなくても、仲良しグループに混じることで、あなたの居場所ができることもあるのです。今一度、積極的に行動してみましょう。